ひろみ、お答えなさい。この新藤哲也という男は何者ですか？新藤さんは私の上級生で生徒会長している方です。ひろみさん、思い余ってこの手紙を書きます。僕は君が好きです。君が時たま見せる憂いを帯びた笑みを見ると、僕はたまらなく君のことを知りたいと思ってしまうのです。ひろみさん、僕と交際してください。返事を待っています。汚らわしい。どうしてこんな手紙があなたのカバンの中に入っているのですか？私の知らないうちに入っていたんです。お黙りなさい。つけ踏みなどされるのはあなたの心に油断があるからです。男に隙を見せるからです。男女交際は決して許さないと言ったのを忘れたのですか？でもおばあちゃんの聞き応えは許しません。今朝はちょっとひどいんじゃないか？あなた、あれではひろみがかわいそうです。私、やめろ。ひろみが物心ついた時から続いているおばあちゃんの朝の儀式だ。止めて止められるもんならとっくにやってるよ。それにしても今朝はひどい。ちょっと病的ですわよ。男女交際を許さないって言うならひろみを私立の女子高校にやればいいんです。それを男女共学の緑ヶ丘高校に決めたのおばあちゃんなのよ。矛盾してるわよ。仕方がないさ。この学区で一流校といえば緑ヶ丘しかないんだから。おばあちゃんは何でも一流でないと気が済まないんだ。それにしたって年頃になればラブレターの一夜二夜は誰にだって来ますわ。いくら亡くなったユキコさんのことが頭にこびりついてるから。緑、やめろ。我が家ではユキコ姉さんのことはタブーだぞ。ひろみ、おばあちゃまはお前が憎くて折檻しているのではありませんよ。お前には男を騙したり騙されたり、そんなちまちました世間で生きる平凡な女になってほしくはない。お前はこの小沢家の娘として世界のひのき舞台に立てる一流の女性になってほしいのです。そのために今はまず勉学に勤しみ、知識教養を深めることこそ肝心。余計なことに神経を使ってはなりません。はい、おばあちゃま。女性の最高の美徳は純潔です。よろしい。ひろみ、この一万円札は緊急事態が起きた時に恥をかかないように大切にしまっておきなさい。はい。それではおじいちゃまにご挨拶をして学校においでなさい。はい。おじいちゃま、行ってまいります。あなた、大丈夫か？ひろみ。はい。純子ちゃん待ってるぞ。お父さん、お母さん、行ってきます。行ってらっしゃい。ひろみ。何？お母さん。何でもない。元気で行ってらっしゃい。はい。おはよう。おはよう。あの子、辛いと思うわ。
それなのに私たち親と穴ばかりで何にもしてやれなくて。行くぞ。行ってらっしゃい。信州大学の？そうなのよ。全教科万能じゃなくたって一教科だけ抜きに出てれば合格させてくれるし、大学生活ぐらいのびのびしたいもんね。環境だっていいし。純子さんはいいわ。何でも自分の思う通りにできるんですもの。何言ってるの、ひろみだって。そうか、ひろみの家では何でもおばあちゃんの意思が最優先なんだもんね。おはよう。おはよう。おはよう。ほらほら、もっと出てよ。よし、竹中くん、おはよう。竹ちゃんマンでーす。おー、すごい。受け付けないでよ、散歩だから。二人だけの時にしてよ。あのさ、純子、何二人で話してんの。何朝から暑いんだから。ヒロミ、生徒会長がお待ちかねよ。新藤さん、ヒロミに夢中みたいね。行ってるわよ。じゃあね。バイバイ。おはようございます。おはようございます。おはよう。小沢君、おはよう。おはようございます。小沢君、僕の手紙読んでくれた？いい加減な気持ちであんな手紙出したんじゃないんだ。僕は君と真面目な交際がしたいんだ。私、新藤さんはとても立派な人だと思っていました。それなのにあんなことするなんて不潔です。バカね、ヒロミは。新藤さんなら御の字じゃないの。成績は抜群だしさ、将来性だってバッチシなんだから。もったいないよ、ヒロミ。そうだよ。将来どんな男が現れるかわかんないけど、保険かけとけばいいのよ。とんでもなく素敵な人が現れたら、その時は軽くグッバイよ。ちょっとあんたたち待てよ。もうよ、ほら、やめてくれ、やめてくれ。桜花学園の突っ張りグループだ。始末が悪いよ。どうしよう。ヒロミ、行こう。でも、おい、君たち何やったんだ。堤先生だわ。あんたよ、カバン。待ってよ。君たちは桜花学園の生徒だな。お前はバカな真似しちゃダメじゃないか。緑が丘の腰抜けか。出しゃばるなよ。いっちゃ、聞いたな。なあ、悪いこと言わん。今取ったものを返すんだ。売ってんだよ、親の。舐めてんのかよ。だわ。それに引き換え、堤先生と来たら。大丈夫ですか先生。違う。ん、まさひくんたち。待ってください。遠藤先生、須永先生、これ一体どういうことなんですか。どうもこうもあるか。こいつらは朝っぱらからトイレの中でタバコを吸っていたんだ。タバコを。まさき、本当なのか。すいません。謝るときだけは素直な声がすな。腰抜け教師相手ならいざ知らず、私には通用せんぞ。
早く石原へ。お前たちの根性を叩き直してやる。いや、やめてください。腰抜け教師は黙って見てるんですな。あ、いや、ちょっと待ってください。体罰は生徒の人格を無視するものです。生徒の風紀を取り締まるのが私の役目だ。口は出さんでくれ。先生も弱気すぎるよな。いつも遠藤にやられっぱなしだものな。腰抜け教師だもの、仕方ないわよ。さっきなんて大岡高校の突っ張りにいいように殴られちゃってさ。サンドバッグもいいところだよ。そうそう、竹中君も助けてあげればよかったのよ。そう、無茶言うなよ。連中と関わり合い持つのやめようって君だっていつも言ってるじゃないか。そういう竹中君って嫌いよ。でもさ、その点生徒会長はかっこよかったわよね。新藤さんの親父は刑事だからさ、連中もよく知ってるんだよ。そんなの関係ないわよ。新藤さんはね、人一倍正義感が強いんだからね。ねえねえねえ、ひろみ、新藤さんと絶対交際すべきよ。そうよそうよ。体罰禁止などは理想論もいいとこだ。校内暴力、青少年の非行化が社会の重大問題になっている最大の原因は大人の甘やかしだ。大人の甘やかしが子供を突き上がらせ、善悪の区別もつけられなくさせているんだ。そんな奴はビシビシやらなきゃダメだ。何が悪くて何が正しいのか、体に叩き込んで覚えさせるのが一番なんだ。体罰は暴力です。何が暴力だ。暴力は人間を癒しめるもんです。たとえその生徒がどんな非行を犯したにせよ、その生徒に暴力を行使すれば、その生徒は人間としての自負心を傷つけられ、さらに精神を荒廃させていくでしょう。その結果、自分より弱いものを求め、そのものをいじめることで鬱憤晴らしをすることになるんです。ふざけたことを言うな。堤先生、それでは先生は非行生徒に対してどう対応なさるつもりなんですか。僕にできることは彼らの悲しみや悩みを聞いてやることだけです。できれば彼らの悲しみの世界に一歩踏み込んで、共に問題を考えたいと思います。綺麗事すぎるんじゃありません。そんな甘ったれたこと言ってるから、2年C組から朝っぱらからタバコを吸うやつが出てくるんですよ。タバコを吸う生徒に体罰を与えても問題は何も解決しません。大人は当然の権利のようにタバコを吸ってるのに、体罰を与えても生徒たちは納得しないでしょう。学校には校則というものがある。校則には体罰を容認するとはどこにも記されてません。何？それじゃあ伺いますがね、生徒が暴力を振るってきたときに教師はどういう対応したらいいのかね。教師はどんな場合でも生徒に対して暴力を使わないと決意すべきです。ふざけたことを。堤先生はそういう腰抜けで今の時代を乗り切れると思ってるんですか。まあ待ちとめ、その辺でいいだろう。遠藤先生の意見も、それから堤先生の意見もそれぞれに一理があって、傾聴するに値するものだ。ただし堤先生の意見はそれは素晴らしいとは思うんだが、やや現実から離れた理想論の嫌いが。校長先生、先生のご意見を。私は体罰は必ずしも良しとはしないが、時によっては正義の鉄拳を振るわなければいけないことが教師には必ず一度や二度はあると思っている。ただし鉄拳を振るうときは、その生徒を丸ごと包み込む愛情と、その生徒の人生に対して生涯にわたって責任を持つ、そういう覚悟が必要だと思う。その愛情と覚悟のない体罰はまさしく暴力以外の何者でもないと確信する。喫煙した生徒に対する処分は校則に従い3日間の停学とする。職員会議では発言できませんでしたが、私は先生の意見に賛成です。どうも。
ったんですか。ああ、正木は3日間の停学ってことになった。今朝の職員会議でな、校則違反した者には厳罰をもって臨むってことが決定したんだ。先生、先生は生徒に甘すぎるんじゃないですか。だから正木君のように平気で校則を破る者が出てくるんだと思います。先生、しっかりしてください。この学校で先生が何と呼ばれているか知っているんですか。腰抜け教師と呼ばれているようだね。人ごとみたいに何ですか。腰抜けなんて言われて先生は悔しくないんですか。参ったな。先生を見ていると本当に歯がゆくてイライラしてきます。本当に腰抜けなんだから。先生は腰抜けでもへっぽこ教師でもないと思うわ。堤先生は本当はとっても勇気のある人なんだと思います。だって勇気がなかったら不良の人に注意なんてできないし。ひろみ、嘘だ。どうしちゃったのひろみ。ひろみは堤先生のことが好きなのよ。ひろみ素敵よ。愛する人のために身を震わせて弁護するなんてドラマチック。ひろみと堤先生なら似合いのカップルかもね。乱暴に扱ってはダメよ。神経を集中して丁寧にね。Yeah!
たわ。ヒロミは一瞬呆然としていた。どうして私がこんなものを。それにここはどこ。あれは元の日本丸に違いない。とすればここは横浜の山下公園。そんなバカな。9時。私は6時間もの間どこで何をしていたのだろう。祖母からもらった非常用の1万円がない。それは新橋から乗車したことを示す湘南電車のグリーン券と横浜市内で購入したと思われる商品のレシートである。私はグリーン車で横浜に来て買い物をした。私どうしちゃったの。ガラスの割れる音、匂い、打たれる音、この3つが重なると私がいなくなる。こんなこと遠い昔にもあったような気がする。あれは小学1年か2年生の頃だったわ。気がついたら真夜中の公園でブランコに乗っていたことがあった。誰もいない公園、1年生の私。いけない、またおばあちゃんにぶたれる。踏みをした男と遊んでいたのか。こんな時間までどこにいた、何をしていた。白状せい。白状しないか。おばあちゃま、許して。許せるものか、許せるものか。この性悪娘め、白状しろ、白状しないか。白状しろ、性悪娘、白状しろ。おばあちゃま、許して、許して、許して。鶴見先生、僕が言って許してくれるように話してきます。やめてください。止めて止められるようなおばあちゃんじゃないんです。でも先生、ごめんなさい、痛い、許して。そっくりですよ。お前はお前を産んだユキコに瓜二つです。お前の母親は多情だった。男に騙されて私生児のお前を産んで、挙句の果てにボロ切れのように捨てられて北の海に飛び込んで死んでしまった愚かな女です。おばあちゃんもお願い、私を産んだお母さんの悪口は言わないで。何が悪口なものか、すべて本当のことではないか。この私がお前を引き取って和樹夫婦の席に入れて今日まで育ててきたのは何のためか。みんなお前のためです。お前をユキコのような女にしないようにこの私がどれほど苦労をしてきたのかわからないのか。学校を抜け出して遊びほうけているなんて。おばあちゃま、ごめんなさい、もうしません、もう二度といたしません。このかわいい口でおばあちゃまを騙す気か。お前の体の中にはユキコのみだらが流れているのだ。悪魔が住み着いているのだ。悪魔をおばあちゃまが追い出してやる。ごめんなさい、許して、ごめんなさい。小沢さん、もう許してあげてください。お願いします。決して怒らないようにとお願いしたじゃありませんか。事情もまだはっきりしたことは何も分かっておりません。まあ堤先生、嫌ですわ。私は孫が可愛くて可愛くて仕方がないのですよ。その私が怒るなんて。ひろみ、今夜はおばあちゃまと一緒にお風呂に入りましょうね。おばあちゃまがよくお背中流してあげますよ。Thank you.
ばらくなかったあのことがまた始まる、始まる。怖い怖い。お嬢さん、今夜は飲み明かすか踊り明かすかどっちにしようか。待ってよ、返事ぐらい聞かせてよ。ねえお嬢さんってば。チッ、しけてやんの。女を誘うときはまとまった金を用意したらどうなのさ。なんだと。値打ちのあるものといったら運転免許証くらいのもんだね。バーよ。おお、女子下年出てりゃいい気になりやがって。見損なんじゃないよ。明日から分相応の相手選ぶことだね。見てたぜ、スカッとしたな。誰？俺、達郎ってんだ。あんた？私の名は大沼由美。へえ、由美さんか。うん。私に懐いてきてもダメよ。まとわりつかれるのは好きじゃないんだ。きついな。あんたが気に入った六本木に案内したいんだけどどうかな。おいおいおい、ちょっと待ってよ。俺はさっきの男みたいな人じゃないぜ。由美さんと初めて会ったような気がしなくてさ、懐かしい人に会ったような気がしてんだよね。このまま別れるなんて辛いんだよな。私も袋も俺を家に閉じ込めて口を開けば勉強勉強、心がしこっちまって三月もいいとこだよ。俺は自由人にずっと憧れてた。それで家出かい。家とか親とか学校とか面倒くさいものはクソくらいだよ。ユミさん、俺はねずっとあんたみたいな人との出会いを夢見てたんだよ。出会い？そうさ、出会いさ。あんたみたいな人と出会うのが青春じゃないか。一緒にいるとそれだけで心がピンピンしびれちまう。金もステータスも何も関係ねえ。一緒に歩く、それだけで十分だよ。面白い子ね。だってさ、担任みたいにそっけないこの町だって、あんたと一緒にいるとなんだか全部自分のものになったような気になるじゃねえの。そうだよね。この町は全部あたいたちのものさ。そこなくちゃ。Yeah!
野獣会だ。野獣会？夜の六本木を仕切ってる不良少女グループだよ。ほら、やつが会長の東涼子だ。六本木に行こうか。よせよ、冗談じゃねえよ。野獣会なんかと関わり合い持ったら命がねえよ。ユミさん、見たろ今。心がピンピンにしびれたいんだろ。私だってそうさ。魂を真っ赤に燃やせるものなら命なんてくれてやるさ。ユミさん、人形のように生きるのなんて真っ平だ。命根こそぎギンギンに生きたいよ。心を張り詰めて、体を張り詰めて、ナイフみたいに生きたいよ。燃え尽きたい。ご覧、ピカって光った星になるさ。待ってたんだよ。あんたみたいな人と出会うのをずっと待ってたんだよ。誰さ。さてね、星の国から流れてきたとか言ってたぜ。久しぶりじゃないな。ママ紹介するよ。俺の姉気分で大沼由美さん。こちらトランクの京子も頼りになる人だぜ。いらっしゃい。タッチの友達なら歓迎しないとね。よろしく。
すげえや。なんだ。タッチン、あの子に付き合うのはやめなさい。どうしてママ。なぜだかわからないけど、あの子のことでタッチンは苦しむことになるわ。そんな気がする。私のお店で問題を起こしたらただじゃ済まないよ。タチン、踊りに行くよ。スミは一年の時から俺は教師になるって宣言していたが、この頃の情熱はいささかも衰えておらんのか。ん、高校はかなり荒れてるそうじゃないか。ああ、うちの学校は比較的おとなしいんだが、最近非行に走る生徒が目立って増えてきてるんで頭が痛いよ。お前がやるから大丈夫だろ。まあこいつに仕事変えたら不良少年もたまらんだろう。なつみ。飲めよ飲めよ。で、何と言ったら分かるんだ。先生との約束を守れ。先生はな、お前に真面目になってほしいんだ。なんだその顔は。分からんのか。よし、やばい、次はカラオケでも行こう。よし、行こう。カラオケか。いや、どこでもいい。そっちか、サバタメくれたんだ。おい、お前ら、どっかいい店知ってるか。お前知ってんじゃないか、お前。どうしたすみ。あ、いや、人違いだと思うんだけど。悪いけど俺ちょっと失礼する。ちょっと、おい、すみ、おい、すみ。あたいたちに断りなしに六本木の街をでかい面して歩かれるの。我慢できないんだよ。ご宅はいいよ。来な。はぁ、あ、おついてる。なんてことするんだ。こんなことして何になるって言うんだ。私は青沼由美。半端なことが嫌いなだけさ。あんたこそ誰なんだ。僕は緑ヶ丘高校の堤というもんだ。君が僕のクラスの生徒に似てると思ったが違う。君は全く別の人間だ。野獣会だよ。大沼恵美とか言ったね。いい度胸してるじゃないか。あんた誰。バカ野郎、野獣会の東涼子会長も知らねえで突っ張ってんのか。ユミ、お前はどこから流れてきたはぐれもんだ。忘れたね。昨夜は天の川で夕涼みをしてたのは覚えてるけどね。私相手にそれだけのヨタを飛ばすなんて上等だね。袋にしな。やかましい。やるんなら命を張ってやろうじゃないか。中途半端はごめんだよ。やめろ、やめるんだ。寂しさを暴力で紛らして何になるって言うんだ。それで心が満たされるのか。魂が燃え上がるとでも言うのか。心が冷たく凍るだけだ。
孤独が深まるだけだぞ。孤独？そうだ、君は孤独に負けてるだけだ。バカ野郎、線香は黙ってろ。説教で心が熱くなるかよ。さあ始めようか。リュウさん、今日はこれまでだ。私は翼を広げ、どこへでも飛ぶよ。涙隠す日々に夕日さん、ゆみさんどこなんだよ。あっち、また会おう。ゆみさんの声だ。ゆみさん無事だったんだよ。先生よ、俺あの女に惚れたよ。惚れたよ、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 惚れたよ。ゆみさん、あんた一体どこの何者なんだよ。ユミはひた走っていた。が彼女自身、その失踪が何を意味するのか知り得なかった。ただ自分が消えてゆくという透明な恐怖感がユミを突き動かしていたのである。突然夜の巷に現れたこの少女は一体何者であろうか。それはヤヌスのみが知りうる世界である。